はい、でつまりこのねビジネスっていうのは単純よ、利益が出るための計算ね、利益が出るための計算、これをやればいいんですよ、ね、先ほどのこの、これね、うん、でもこのね利益が出るための計算をやればいいっていうことなんだけど、利益が出る計算はね誰でもやってるんだけど、本当にね利益が出る計算をねみんながやってるけん、みんな儲かるはずなのに、それでも利益が出ない人っているわけいるのよ。いや山下さん俺計算してますよちゃんと。だけどだったら儲かるはずじゃん、計算してるんだったら。でも計算してて利益が出ないってことはどういうことかというと、もう答えを言うと計算が間違ってるのよだって利益が出てないわけだから。だけどいや山下さん俺計算してるって言うけど、どう見せてごらんって言ったら、あお前この計算じゃダメだなっていうように、計算が間違ってるから利益出ないよ。こんなシンプルな計算がよ、こんなシンプルな計算が間違ってる、うん、まあ例えばここね、さっき言った取引、この売り上げが不安定、いや俺は1000円売り上げるとですよ、1000円売り上げてからこれが800円だけど俺絶対200円になったですよって計算一生懸命しとるけど、お待て待てって、その1000円は本当に1000円ってこれ確定しとった、いや去年1000円で売れたけん今年も1000円になるはずですって、なんじゃそりゃと、何の裏付けもない1000円じゃんね、で1000円と思って経費を800円にしとったわけでしょ、だけど200円儲かるってそういう計算をしてたわけでしょ、だけど山下さん俺計算してますよって言って計算してたのに、蓋開けてみたら売り上げが、すいませんなんか今年なんか野菜が暴落したけ700円になったですもんねって、お前700円になったって経費800円やん、これマイナス100円じゃん、いえそんなことやってる農家がいるのよいっぱいね、当然その人たちはマイナス100円じゃやってらんねえよね、飯食えんから、だからいなくなっちゃうわけ。だからこの何回も出てきているこの方程式、まあ、方程式というか引き算、これをどれだけ農大に在学中に一生懸命学ぶか、もう本当これなんだです。だからまずこの生産売上が不安定なところをまずねこう確定しなきゃいけないのと、このね経費の削減が甘いのよ、ね、1000円って思ってても800円か700円かの可能性があるならば、ここの生産経費っていうのはやっぱ600円ぐらいで抑えないと万が一の時利益なんて出らんじゃん。これ今ビジネスの話をしてるよ、ビジネスの話を、ね、だから経費の削減が甘いっちゃん、ね、じゃあどうすりゃいいのかっていうのが、あだからあくまでも売り上げっていうのはさ、1000円って言いたいかもしれんけど、もしかしたら800円になるかもしれんねって若干売り上げは低く見積もるのよ。例えば800円かもしれんって、もう最初からね売上800円かもしれんって見積もっといて、経費を、ね、800円ならばこう600円にせんと200円利益出らんじゃん。だから生産経費はあえてもう高く見積もってギリギリのところでやるわけ。だから確実に利益を出すことを最初から考えていかないと、生産は何1000円か2000円かするもんねって適当に高くイメージしといて経費バンバンかけといて、いざ生産費が生産が値段が安かったならば利益なんか出るわけない。もうこんなシンプルなことをできなくて農業をやめてってる人がもう後を絶たないというね、ものすごく残念な結果になってる。でもこれさえちゃんとしときさえすると間違いなく利益が出て間違いなく生き残る。間違いなく生き残ったらどうなるかっていうと、間違いなくライバルがいなくなるわけだから、ライバルがいないビジネスって正直を農業しかない。あとはライバルだらけだから、もう全ての業界はもうライバルだらけ。ところがライバルが全くいない業界は農業なのよ。なぜ農業はライバルがいないかというと、こういうことをあんまり勉強してないからね。ビジネス感覚のある農家がいないってことは、計算をしない農家がいるってことだから、計算をしない農家がたくさんいればいるほど計算をしたやつが勝つ。これが生き残り方になります、はい、じゃあこのね利益が出る仕組み、いわゆる儲かる仕組み今教えたでしょ。でこれを、これが千載一遇のチャンスで1番目の答え、利益が出る仕組み、ね、でこれを僕は農業ビジネスっていうふうに言っています。
で、この当たり、これの当たり前のことができないから今農家が減っている。